浄土宗プレゼンツ朝のひととき、月影のいたらぬさとはなけれども、眺むる人の心にぞすむ。明けましておめでとうございます。今日もこの時間がやってきました。浄土宗プレゼンツ朝のひとときです。おはようございます。まだ皆さんおめでとうございます。そうですよ ね初めてですから。このコーナーは、はい、今年初めてということで、はい、田中光道さん今日はスタジオに来てくださいました、はい、今日もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。まあ年末生放送の時は木魚叩くわ、はい、本当ですよね。今日は歌うわ。自由な、今年は自由な感じですか。そうですね、このコーナーだいぶ慣れてきてる感じで。そうですよね、はいはい。まあ、というのもですね、つい最近ですけども、うん、まあ、大変なニュースがありました、はい、私あの特にイギリスのロックって大好きなんですけども、うん、はい、デイビッド・ボーイが亡くなりましたね。69歳ということですね。私も何を隠そう今年49になるんですよ、はあ、あ、そうなんですね。で単純に計算したら、うん、俺あと20年かとあと20年かと思うとね、やっぱりこの一日一日がやっぱりこの、うん、大事だなってこう、ね、新年最初に思いましてね、うん、まあ、最初に歌いましたのは、はい、浄土宗の宗歌、宗の歌で、はい、月影っていうタイトルなんですね、はい、これは法然上人、開祖の法然上人が書かれたお歌に、うん、後からメロディーがついて、はい、こういう月影っていう歌になってるんですけども、ね、月の明かりっていうのはどこのお家にも注いでますよね。そうですね、うん、だけどもその月明かりを味わうには、はい、やっぱり家から一歩外に出て、うん、自分で眺めなきゃいけませんね。見上げて中にいたらわからない、わからない、はい、うん、だから仏様の慈悲の力っていうのも、はい、やっぱりこのお念仏を南無阿弥陀仏って唱えることで、うん、見上げて初めて身に受けることができると、はい、まあ、こんなようなことでね。でまたで、ね、あのこの週末日曜日なんですけども、うん、この法然上人の命日の法要御起っていうんですけども、はい、これを務めます。1月17日、はい、すぐですね。そうですね、はい、はい、もう午前中に行われます。10時半です。そうですね、御起へ、新春家内安全祈願、はい、で水子特別供養というのもあります、はいはい。まあ、ご希望の方はね、この新春にあたって家内家族の安全祈願という作法をね、はい、お札を出して、勤めますんで、ご希望の方はどうぞお寺までお電話を、はい、お願いします。では電話番号をお伝えします、はい、213-346-9666 213-346-9666 です、はい。さあ家内安全といえば、はい、浄土宗にお守りがね、そうですね、ありますね。家内安全と交通安全、はいはい、2種類あるんですけども、そうですね、はい、まあ、何を隠そう、はい、この2種類のお守りは、はい、去年の年末、ね、大晦日の、そうですね、1時間念仏へにて、14、5名の方がね、はい、ここの新海景気さんも参加されて1時間、ね、みっちりとお念仏を唱えましたけども、はい、その時に魂入れの作法を施したものなんですね。そうです、私はちゃんと見ていました、はい、承認ですね。作法を見ていましたし1時間祈り続けましたので、ですからね、はい、そのこの、まあ、お守りにね、1時間分の皆さんの念仏の功徳が全部こもってるんだと、願いがこもってるんだと、はい、そういうお守りですから。これはだから17日に行けば当然まだあります、ありますし、はい、まあ、数に限りもあると思うんですけど、そうなんですね、はい、それ以外の日も、はい、浄土宗に行けばありますよね、はい、ぜひ、はい、お使いになっていただきたいですね。そうですね、はい、ということで、もう次の日曜日ということで、これからまたね準備も忙しいとは思いますが、はいはい、今年はこんな感じで自由な感じでいくんですかね。そうですね、はい、まあやっぱりだんだん悪い意味か慣れてきました。はい、いいことですよ、まあ、でも、はい、楽しい放送をねしていきたいと思います、はい、はい、ということでですね、ラジオの前の皆さんもまた今年この私たちにもぜひお付き合いいただければと思います、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。